はい、どうもピラスと申します。飛球場シーズン94、3日目の一戦やっていきます。まずは取り手がレベル5、強子はレベル2、神谷等はレベル3、黒の封印はレベル6、海部等はレベル4、白の封印はレベル6と、封印類のレベルが高いですね。まず、無凸のヨメフィオルム、隔離。この位置って何してんだろう。伝令とかも、何してんだろう。どういう効果だ、ちょっとわかんないな。極技とかね、変態飛行もついてないし、一生この場所から出てこれないっすよね。救援とかも持ってないし。なんだろう、なんだろう。わかる方いたらお願いします。で、次にジェットズラインハルト。土天プレですね。でも威嚇か。ここにあの船員で、扇の子供持ってたら結構怖かったんですけど、これならいけそうかな、多分。で、次に無凸の電車枠は速さ上げ。いいの引いてます。で、ほぼ自前スキルに、船員で式のダブル。守備の式まで。うん。で、次、無凸のスルト。守備明けか。で、攻撃体系。で、うん、繊維なし。やっぱ守備高いですね。これにバフ入ると、ダメージ通るかな。次、十凸のヨシア。はー、強いですな。硬さ重視にしてあるんですね。ただ、雷がぶっ刺さってますので、うん。いけるんじゃないのかなって思ってます。うん、一晩で減っちゃうので、強行も入らないですしね。うまくいってほしいな。お願いしたいです。で、最後に一凸のカイネギス。ほぼ自前スキルですね。天空持ってんのか。足も書いてありますね。名挙の構え。あ、C じゃない。C、あ、じゃない。製品が名挙の構えで、C が、魔物の波ですね。なるほど、奇数。はい、というわけで、クロード君、総選挙クロード、登場です。新戦術いきます。並びはこうかな。で、まず中身からですね。金半切り返し仕様にしました。あとは自前スキルなのかな。で、引き戻し持たせてと。で、そうですね。やっぱ弓も怖いので、相手持っちゃいました。ちょっとこの枠、そう、弓が出てこなかったらもったいないんですけど。で、あと B も、この切り返し。これ、瞬撃対策になってます。なので、ティバーンとか、L とか、あれ武器についてますもんね。反撃負荷じゃない、追撃負荷か。あれを相殺するためにつけてあります。なので、ティバーンもエリュットも受けれます、これ。うん。で、肝心のステータスなんですけども、まず、2マス以内にいたら全ステプラ5。なので、攻撃力が59、46、33、30か。に、さらにこの牽制が入るので、速さがさらに4プラス。なので9足すと、速さから50ありますね、この時点で。で、攻撃が下がるってことは、守備魔防が上がるってことなので、こちらも9足してですね。37の34。からの、連携でバフ持ってきてあります。こちらですね。うん。大昔、右隣のアシュナード君と、支援も組んでたんですけど、組み直しました。一応、速さはこれで入れて、守備と、攻撃守備魔防はこの周りのメンツで入れます。なんならこの下手のコブもあるので、一応前世で上がるようにはなってます。からの、これです。もう過去ご紹介しているので、僕の動画見てる方はわかると思うんですけど、うん。増幅しちゃいます。はい。というわけでいきますか。どっから行こうかな。どっから行こうかな。もうかなり、あれ、なんて言ったんですかね。隔離しちゃってる系なので、
多分ラインハルト受けれるんですよ。なんでこのマルスも強いですしね。マルス。どう行こうかな。しかもここ強行入っちゃいますよね。このライン。良いでしょう。どう行こうか、ね。ちょっとまだ迷ってますね。次のターンチェックしようか。とりあえず強行入っちゃいますよね。うん、この絵でどこまで戦えるか。間違っちゃいないが。ああ、全然戦えるね。ただ反転かかっちゃってると思わないし、もうこのまままっすぐ突っ込んでていいのかな。うん、それで行こうか。はい。なのでもうすることないですね。うん、反転かかってても多分問題ないと思う。見事なもん。ダメかな、ずらしとく。あなたの願いは。ずらしとくか。速さ行ってくる。こうかな。じゃあ、はい、これならやりたいことができるはず。うん、これでお願いしたい。でよく見たらこのパーティー、あの重装と飛行しかいないですよね。なのでこれが全員にかかります。じゃあ行きましょうか。飛翼スキル、一応全捨て、フラさんのバフが入って、うん、かつ増幅です。そしてさらに強くする。でプラ6のバフが全部入ったかな。665、うん、大体来てますね。これが今僕ができる最大のステータスになってます。行きましょう。最高。一応2マス以内にもかけて、でこれを倒す。よし、まあ、多少回復しても大丈夫だと思ってます。ってことで改めまして、ただいまのステータスとりあえず今ある状態で9足せるんですよね。さらにちょっと速さだけ5なんですけど、これ6で計算させてもらっていいですか。なので15上がることになりますね、この数字から。なので攻撃力は75、速さが61、守備力49、魔防が46ですね。うん、速さだけ1低いです一応6で計算しておきます。でいいですよね。で、あ、そうだ、さらに支援も効いてますね。なので16足すことになりますね。なので攻撃力が76、速さが、まあ、普通に計算しよっか、速さは15ですね、61で守備力が16足して50、魔防が47ですね。大丈夫っしょ多分いけると思うんですけど、お願いします。頑張って。ダイムサンダーぐらい、あ、結構痛いね。ただ回復しちゃいます。痛いですけど回復しちゃいます。痛いですけど回復、さらに追撃も取れちゃいます。強いんですよ。でまだこれ分かった、今4ターン目ですよね。なのでまた使えます、飛翼スキル。なので強いけど受けようか。カイニギスは受けるもんですからね。なのでここが、そう、この使い方がまだ練習不足で、シュナート使おうか。こうして近づけて、そう、癖があるんですよね、これ。そう、横、これ緑色見えますかね。上と下に1マスずつしかかけれないので、こうやって隣接しないとダメなんですよね。そう。で、ここでまた強化増幅入れちゃいます。さらに、近づかないといけない。なので、こうですね。で、飼い主さん一歩ずつ、うん、はい。これでいいんじゃないですか。はい。さあ、全開してますね、飼い主さん。タイマンです。13、36、24。強い。全開してますね、1ポイント。ああ、楽しいですね。これは強いですよ。で一応、うん、いろんな拠点行ってきたんですよ、あのフレンドさん、あのフレンド模擬戦で。
で気をつけないといけないのがやっぱり先ほどのラインハルト、あの連撃系がかなり怖いです。なのでリーフくんとか結構怪しい時が、基本的にあの弱いリーフなら受けれます。ただあの連撃を油断すると、そう扇とか、そう冒頭で言ったんですけど、扇の鼓動を持ってて扇まで発動しちゃうとクロード君落ちちゃうので、そういったのとか、やはり歩行の鼓動パとかで強力な扇を開幕から打ってくる拠点とか、ああいうのを気をつけないといけないですね。万能ではないです。それを考えるとブルーニャさんの方が若干強いかもしんないですね。あの人も扇とかでも平気で受けちゃうので、あ、そうそう、あれオフェリアのマップスキルとかはもう厳禁ですね。絶対受けれないです魔法が40近くあるといえど、やっぱ無理ですねあれは。あれを考えるとやっぱブルーニャさんが万能かな。まあ、とりあえず全然まだ練習不足なので、はい、またご意見ありましたらよろしくお願いしたいです。わかった。ただ今回だけで言うと、その切り返しと相手が全く機能しないので、間違っちゃいないな。ここをね、他のものに変えれたらどんどん強くなるし、迷いますね。では締めましょうか。エナジー取りましたね。よし、これからよろしくお願いします。はい、続きまして3日目のボヤ結果やっていきます。3日目は1名様いらっしゃって、2体撃破のボヤ成功と、今シーズンいい感じで来てくれてますね。なんだろう、やっぱりしっかり封印類積んできてくれてるのと、今回はなんか、なんかもう元から玉砕しに来てたような感じがしました。見に行きましょう。結構なスペックの方なんですけど、もうちょっと丁寧に攻めたらワンチャンあったんじゃないのかなって。いや厳しいか、色的にもリシティアがちょっと抑えきれん気がしますね。ナーガでどうなんだろう。でまず端から無凸のボンミカヤ、いいな、欲しい。間違いなく僕が今欲しいキャラトップ10に入りますね。トップ5でもいいかも。で次に、一凸の子供ミネルバか。いやこれもかなり強いですよね。あれ今シーズンボーナスキャラこんな強かったっけ。は？でやっぱ疾風陣大使用っすよね。剛剣とか持たせた方がいいんでは、繊維でですよね。キラー効果ついてるし、あとキャンセルもあんの、すげえなこの武器で。敵が 100% なら全ステップライ、はあ？まだ強くなるのこの人麻婆低いだけですもんね。あとが恐ろしくたけ、すげえ。うわ、 B、 何でしたっけ、警戒姿勢か、あれとかしたらもうぶち壊れじゃないですかこいつ、今更ですけど。で個体値操作でもまたいじれますしね、やば。で次六凸のナーが結構いってますね。六凸ってやっぱ少し課金しないといかない値なのかなと思いますね。で待ち伏せ、待ち伏せだ。何用だろう失礼すぎるな。まあなるほどな、こういうことで。で変態飛行、こっちも変態飛行でしたね。で次に五凸のオルティナさん、結構いってます。剣殺し、待ち伏せ逆にしてたんですね。いやこれのせいでなんかうっかりやってたような気がするんですよね。で繊維で攻撃守備の大覚醒と、なるほど。で最後に二凸のアイク、切り返し仕様ですね。で切り返しの2、あーこれちょっと共感できますね確かうちの小野アイクさんも切り返しの2になってます。なかなか3は重たいですからね。で繊維で名器を、一応、必要なものは入ってますね。ただ、逃げ継承じゃないと。こういう泥臭いの大好きです。じゃあ行きましょうか。もう1ターン目から、先ほども言ったんですけど、玉砕覚悟で、そう、このアイクの罠踏みも、罠踏み一番、
ないなと思ったんですけど、多分待ち伏せだと勘違いしてたんでしょうね。 B スキルが剣殺しじゃなくて、これなら次の行動もわかるんですよ。いや、どう考えても人はさらに人もナーガとミカエなんて1ですからね。だけどもこれオルティアさんが待ち伏せなら多分スラッシュで受けれるんですよ。ただ受けたとって次なんですよね。もうこっち側のギミックをもうないがしろにしちゃってるので、でスラッシュで普通にオルティアさんゲットして、次はリーフくんが行きます。ただここちょっと面白くないことが、そう、先ほど言ったあのキャンセル効果がやっぱりミネルヴァについちゃってるので、武器にあれのせいで、ここまでとなっちゃいました。で一体ここまでかな、ここでリタイアされていきましたと。いや、このヒットポイントでしかももう回復のトーンもないし、心折れますよね。ドーマはもうブーツで射程範囲だし、もうリシティアも控えてるのもうめちゃめちゃ怖いですよね、これ。多分モノアイク倒せるでしょう、これなら。という感じです。はい。で、そうですね。攻めの方が、とうとう、新戦術のあの総選挙クロード君使えたってことで、だいぶ、また説明不足なとこある気がするんですけど、あと何かな、なんか忘れてる気がするんですよね。あ、そう、大概、強化増幅の付与って、伝承エリウッドでしかできないのが主流というか、今までのあれだと思うんですけど、今回のそう、マルス・エリスを使うことで、オールシーズンいけるんですよ。伝承エリウッドはやっぱり風の英雄、風の祝福の進化英雄なので、それを踏まえても、今回定例シーズンで使っちゃいましたけど、光闇にもお引越しもできますしね。なので、結構幅広くいける戦術なんじゃないのかなとも思ってます。いや、光で使っても面白そうですね。引っ越しする？あ、2セット欲しいですね。もう完璧にシナジーしてるので、楽しいですよ、戦術は。で、ここまで、まだ、思い出したら、また、おいおい、動画に、実況入れます。はい。で、防衛の方が、初日から何も変えてない、一応変えたか、初日に変えたおかげでこうなってるんですね。うまいこと、守りきれてますね。ということで、攻めも守りもパーフェクトで来ております。はしごも使ってないですね。はい。そしたら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。